にん、にきにきにきにん。にん、にきにきにきにん。ぽーい。にん、にき。あけまして、おめでとうございます。一人、土なりの、ロックオンミュージック。本年も、何とぞ、よろしく、お願い、申し上げます。どうもどうも、ひとりつしなりです。はい、サックスジョジョです。はい、新年一発目は私、はい、ひとりつしなりとサポートのサックス吹きのジョジョ、はい、お送りしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。ジングルが新しくなりました。なりました、ね、これは12月30日アウトプットで僕らがやったライブの音源をちょっと切り張りしておりますけれども、はい、昨年は本当に大変お世話になりました、ね、いや、もうこちらこそいっぱいサポートしていただいて、いえいえ、かなり濃いかったですね。最後のライブどうでしたか？このバンドでの。いや、もうなんかね、あのライブすっごいテンション上がりすぎて、うん、本番を覚えてないんですよ、あんまり。実は振り返ってみると、音源聞いたけど結構テンションの高い演奏が続いてて、うん、で珍しくジョジョのサックスが裏返ってる音っていうの、はいはい、出てたかもしれない、ね、たまに入ってて、あれってやっぱりすごい気合い入れて吹いてるっていうことなんじゃないですか。そうですね、コントロールしきれなくなったら、状態になったら、ね、ピッて出てしまいますね。ジョジョのテンションも上がってくれてたんだなっていうのを僕聞きながら思いました、はい、だいぶね、12月30日アウトプットでこうやってバンドでやりまして、はい、で実は次の日、うん、大晦日僕は公設市場で一人でやったんですよ、うんうん、なんか見ましたよ、写真も。見た？はい、公設市場の、ま、隣というか近くにある魚友っていうのかな、魚に友達の友って感じ、うんうんうん、でそこのハレル君っていう子から僕は紹介されてこのイベント出たんですけれども、はいはい、この公設市場の、ま、音楽仲間みたいな人たちで、ま、機材とかも買ってて、はいはい、簡易 PA とかもあって、で照明とかもバンってなんかつけてくれて、でその中やったんですよ。どうだったんですか？写真では見ましたけど、なんかお客さんも結構わーって集まってくれてて、うんうん、なんかすごく気持ちよく最後に一人で歌うことができましたね、その日は。お客さんもなんかすごいニコニコしてて、家族連れとか、うんうん、お酒飲んでるいい感じのご夫婦だったりとかいっぱい来て、なんかね、まあ、和気あいあいしたのもさることながら、うん、思いっきりマグロがドーンっていうのを見ましたけど、そうそう僕の後にその冷凍のマグロが出てきまして、ガツンってから、で今から解体しますから、みんなもうiPhone とか持ってね、みんな写真撮ったり動画撮ったりしながら、マグロの頭が落とされ、はいはい、お尻が落とされ、うん、で大きな切り身を取って、取ったどーみたいになって、控え室に無残な姿で帰ってくるっていうこれはすごいみたいななかなか面白い対バンでしたね。で、はい、で僕はもうその後、はい、まあ、年越しはギノワン市にあるプチカフェバーっていうところで、年越しライブリーズっていうのを栄作君と友達がイベントやってたので、はいはいはい、まあ、そこに行って、はい、で真夜中年明けた頃にまた1曲だけちょっと歌わせてもらって、はい、まあ、そんなお正月迎えておりましたね。あ、いいですね、かなり充実してますね。でジョジョもあれでしょ、年越しはまあ別現場でサックス吹いてて、そうですね、でしかも昨日、はいはい、誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。誕生日で、そうなんですよ、年越しでカウントダウンして、もうライブでガーって盛り上がった後にやっぱりハメ外しすぎたのかな、うん、ちょっと寝込んでしまいまして正月3日間、はい、完全に寝込んで、はい、一滴も酒も飲まないにもかかわらず、寝込み2キロ痩せました。おめでとうございますって言っていいのか分からんけどまあそれで、まあ、うん、はい、その後、まあ、やっと復活しての昨日の僕の誕生日ライブでした、はい、いや、いっぱいたくさんお客さんにも来ていただいて、出演者にももう恵まれて、うん、めちゃくちゃいいライブになりました。今なんかこう隣で喋っててやっぱいい感じになんか、はい、アクが抜けてるというか
まあ、風邪も引いて悪いもん全部出し切って昨日音楽もバンと出して、うん、ああもう今なんかいいジョジョが出てます、はい、だいぶすっきりしてますね。ナイスジョジョ感ありがとうございます、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ひとりつシナリオのロックオンミュージック。この番組は沖縄インディーズの音楽情報や県外からやってくる有名アーティストの音楽情報まで音楽にまつわることは何でも発信していっちゃおうという音楽情報番組です。はい、今夜のゲストは、はい、新年一発目おディアマンテスのアルベルト・シロマさんとトム・ナカソネさんがいらしてますんで、ねえいきなり豪華な、はい、はい、本当にちょっと後でじっくりじっくりじっくり、まあ、今年25周年を迎えるということで ね、うんですね、まあ、いっぱいいっぱいお話ししていただこうかなと思っております。はい、皆さんからのメッセージも待ってます。はい、メールアドレスはこちら、797@fmginowan.com、797@fmginowan.com までお送りください。はい、懸命に一人つちなり宛てと添えてお願いします。お願いします。また、FM ギノワンでは、ユーストリームで映像と音声をネット配信しております。はい、FM ギノワンのホームページから見ることができますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では、まあ、年明け一発目のオープニング曲ですけれども、はい、自分の曲をちょっと流そうかなと思っております。ではお聞きください。一人つちなりで小さな反抗。今見てる人5人いるってこと？あ、そうですそうです。あ、見てるって言うと？見てる人5人いる。で、このマイクは今入ってないんだっけ？今入れてます。あ、曲が流す、あの、いいライセンス入って。あ、そっかそっか。流せないので、はい。曲は流せないから、あの、ネットの方に。ジャスラック入ってたらあれなんですか？あと30秒ほどで曲が終わりますけど、曲紹介はどうされますか？あ、やります。はい、じゃもうそろそろフェードを、はい、下げていきます。マイク上げます。はい、今日のオープニングテーマ、オープニング曲です。一人つちなりで小さな反抗でした。それではまもなく CM 開けます。最初ジングルからいきます。はい、ひとりつちなりのロックオンミュージック。
はい、一人つしなりのロックオンミュージック、本日のゲストはディアマンテスのアルベルト・シロマさんとトム・ナカソネさんです。どうも、メロトスです。こんばんは、ディアマンテスです。よろしくお願いします。テンション高い。この二人知ってるよ、俺見たことある、ある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 。よく会ってるよ。普段からよく会ってるよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、お二人とは僕はまあ今働いてるところでよく顔も合わせてよくお話もしてもらってるんですけれども、こうしてラジオという場所で喋るっていうのはすごく変な感じしますね。そうそうか、なんか延長延長な感じで。あ、本当ですか。いい、全然。じゃあもうざっくばらんに。全然いいじゃないですか。あとホームに地元じゃん、ね、地元だし。大地がこんなテンション高いと思わなかったな。僕もびっくりした。普段こんなテンションじゃないのに。大地さんあれ。あそうか、あ合わせようとしたんだね。そうそうそう。いや普通でいいんじゃない。普通。普通で。ええ。どんどん喋らなくなりますよ僕。そうか、いや。オッケー、よろしくお願いします。お願いします。はい。あの今年25周年ということで、はい、あ、まず明けましておめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。まだまだまだ、はい、ね、お正月ムードですからね。フェリスナビだ、フェリス、クリスマス終わってるって。クリスマス終わってるって。いや、フェリスアニョヌエボ。何ですか、フェリスアニョヌエボ。明けましておめでとうございます。スペイン語、ハッピーニューイヤー。なんでジョジョは分かるの。フェリスアニョヌエボ。ちょっとなんか某あるなんかところでしたね。あ、そっかそっか。はい、そうかそうか。なんかボールサルサバンドにいたからちょっと。ああ、そうかそうか。それでね。そうです。フェリスアニョヌエボ。そう、はい、フェリスアニョヌエボ。あげましておめでとうございます。ありがとうございます。で、まあ、今年、まあ、いろいろと、まあ、活動を活発にしていこうみたいな流れで、まあ、去年、年末にミニアルバム出されましたね。はい、はい、おかげさまで、はい、カリエンテという。はい、ミニアルバム。あんまりなんかこう仕事っぽい話するとダメですか、うん、今日。いやいやいや、もう全然一気、もう去年のものもう忘れちゃってるよ。あ、でもそうですよね。本当に、なんかそうですよ。なんだろう、そんな感じするけど。じゃあ年末の話しよう。こ、ね、だから2006年、2016年じゃない。だから去年も忘れちゃってるじゃないか。いや2015年、いや2015年はまあいい年ではあったと思いますよ。またでも年越しまでずっとライブやってたじゃないですか。もうライブツアーもやりましたね。いや、あんまり区切りとか感じないんじゃないですか。特に今年はずっと続いてる感じ。確かにアルバム出したのも11月だしね、うん、だから年末にアルバム出すってことはないから、うん、確かにちょっとなんかまだその続きではある。なんかずっと続いてるみたいな、なんか、うん、なんだろう、年明けたけど、うん、まあ、そんな実感はそんなに強くは感じてませんね、うんうん、はい。まあ、ただ元気でいることは確かだし、いや本当に一番ですね。本当元気でいることはもう何より何よりですよ。おととい新年会あったじゃないですか、会社の、うん、でトムさんが、うん、なんか昔のこの25周年ということで、うん、昔の記録映像とかいっぱい見て、そうすると自分のプレーがすごい切れてると。キレがあると。キレがある。そう、最初みんなキレてるってなんか怒ってるのかって思う。キレてるってはキレがあるね。そう、キレがあるとかプレーにはキレがあるね。やっぱそういう気持ちというかプレーも心持ちもやっぱキレて、うん、はい、今年は行きたいって言ってたんですよ、うん、おー、もう早速ちょっとトークがキレてますよだいぶ。そう、いや意識してるね、うん、大事だね。チョッパー入ってますよ今日。あ、大丈夫ですか。いや僕も切れてますよ。キラキラでいきましょう、キラキラで。いや僕はねその話聞いて、そっか、で僕は全く逆でしたね、うん、もう50歳になるから今年、うん、であんまりね年明けてこんな話はしたくはなかったんだけど。まあでもいい意味でね、うん、自覚はしてはいるよ、うんうん、だからキレのある動きもしたいし、キレのある歌い方もしたいんだけど、うん、意識はしていても多分ね無理だ。いや絶対そんなことはないですよ。アルベルトさんギターもですけど、ティンバレス叩いてる時のキレのあるグルーブ感、 あれはまあどうしてもね雰囲気。いやいやいや、もうやっぱりディアマンテスは絶対ライブを見ると、うん、もう明らかに変わりますよね、お客さんの顔色とか。全然変わります。テンションとかファッと場の空気が、うん、まあまあまあそういうあれだな、まあ、刺激的なミュージシャンでありたいとは思いますよ、うん、でも、うん、でもなるべくやっぱり
あのたまに僕は本当にねこの前だからあのそのキレのある自分たちの演奏の、うんうん、VTR とかそのビデオを見たらさ、うん、おい本当にもう本当になんかねあの僕はもうスティーブは猿になってるんだな猿にみたいな動きしてるちょっとワイルドな今年猿年ですからでもあれですね、いいですね、いやなんかねそんな感じに見えた、うん、猿回しの猿だよねだからまあたまたまね今年は猿っていうのがあるけど、うん、まあやっぱりキレのあるあのディアマンティスには、まあ、取り戻すというわけではないんですけど、ただ、うん、あやっぱりいつもそういうふうに ありたいなっていうか、うんうん、確かにそういう気持ちでやらないと、うんうん、やっぱり長くやっていくのもやっぱりその気持ち大事かな。そうでやっぱり2人を見てるといつも何かこう対照的でもあるし、なんか同じような感じもするし、うん、なんか2人ですごいあうんの呼吸ではないけどなんかバランスをすごく僕は感じてて、いや頼ってるそれが素敵だなと思うんですよ。もう僕は友かすいやいや頼りっぱなしうまくいくコツはね、はい、プライベートには関わらないなるほどああそうだね、それもあるね、いい距離感ってことですよね、うんうん、まあ、仕事の時は、うん、まあ、全部聞いた上で、うん、いいか悪いか判断するのはまずやってみてからかなとは思ってますけどね、うんうん、なんかレコーディングの時もトムさんがバックトラックをバーッと打ち込んで作ってきてとか、でアルベルトさんのなんか新しい発想でなんか追加になったりとか、うん、そういうのをなんか2人でなんか、うん、あ対照的ではあると思うよ、ね、うん、お互いにすごい作り上げていってるなっていう感じがすごくあるんですよ、ね、持っているものっていうかね違うのでね、うん、その辺はいい形に現れてるんじゃないですかね、うん、あまあどうなんでしょうね、べったりじゃないね、どっちかというとね、中はすごく良いわけでも悪いわけでもないべったりじゃないには、うん、まあでも確かに、でも気づいたらディアマンテス、やる前から一緒なんだもんね。そうそう、あ、そうか、だから25年以上ってことですもんね。そう本当しかもストイックにこう音楽を作り上げてる中でやっぱ関係を保つって、うん、ストイックかね、ストイックな人もっといるよ、ね、多分ラテン気質とウチナー気質がもういい塩梅なんじゃないか、いい言葉チャンプルマしてるわけですね。いやそれはそうだな、うん、ストイックな人、僕はいつも見てて思うのは宮沢和文さんとか、ね、あの人はねストイックだよ、真似できないね、歌唱活動もちょっと休止するみたいなことを発表されて、ねね、そうそう、今月1月17日にミュージックタウン音市場の方でやりますよね、うん、コンサート控えてます、ね、なんかやっぱり彼だからああいうふうに思えるのかな、やっぱり自分のなんだろうね、もっと前から見たらなんでやったらいいのにって言っても、でもあれやっぱりストイックだからさ、とっても自分を追求しちゃうよね、強いね、その気持ちってすごいテンションが、ね、ね、このそこに持っていくまでがね、一緒にペルーに行ってペルー公演、一緒にディアマンテスも一緒に参加やったんだけど、やっぱりすごいですよ、なんだろうね、なんだこれ、やっぱりあのちょっと違うっていうか、あの持っている背負っているものはやっぱり大きいだからのなのか、やっぱりあと性格なのか、とってもなんか、ね、で趣味は釣り趣味は釣り、そうなんですよ、いや釣りってでもフライングフライスケーターだ ね、なんかこう川でね、はいはいはい、なんかね不思議な感じですね、やっぱりでも一流な人はやっぱり独特ですよね、うん、それぞれ僕ら普通です、いやいやいやで凡人、そうさっき紹介したその去年発表したミニアルバム、はい、カリエンテの中から1曲、はい、早速ですけれども、もうかけちゃうんですか、はい、わ意外と喋ってるね今日、あもじゃあかけましょう、お願いします、じゃあいやじゃあトムさんじゃ曲紹介をお願いします、歌詞はトムさんが書いてきたんですよね、はい、ディアマンテスでカリエンテ、あ違ってるトムさん、はい、ちょっと入れてください、ボケたんですよ、ボケた、びっくりした今、なんかもう参ったなあれでしょ、僕が歌詞書いてるでしょ、そうです、お願いします、あれでしょ、あのサンバのリズムでしょ、そう、サンバのリズム、はい、じゃあ電話としてサンバカリー、
にしたんですね、自分は。なるほど。で、間違えると、緊張する。間違えると、それが、あの、まだ、なんか、耳残るじゃん。あ、そうですか。もう、さ。やばいぞ。あ、コメント来てますよ。あ、来てるの ?4 年。ぐらい前に中野のシャズキさん、住みなりさん、ね、未だに乗ってます。あ、それは未だに乗ってるさ。これ今、中野話って入ってるんだっけ。はい、あ、じゃあ今ここでのトークが今ツイキャスとユーストは入ってます。ツイキャスにも入ってます。お届けした曲は、ディアマンテスでサンバカリ。はい、はい、コメントがツイキャスの方に来てまして、中野町の和樹さんがこの曲聴いたら一気に夏になった気分っておっしゃっております。ありがとうございます。やった、いいですね、嬉しい。はい、で、うん、まあ、ここ FM ギノワンというコミュニティ FM なので、ギノワン氏いいとこだな、とディアマンテスに、うん、実は深いつながりがあるというところをちょっと皆さんに聞いていただきたいなと。うん、もう、うん、もうすごいですよ。ヒューマンステージって長田にありますね。はい、ギノワンの長田にあるんですけど、今1階に移っちゃいましたけどね。そうそう、僕らだからまだね、3階でやってる頃に出会った場所なんです。トムさんと中さんと覚えてない。嘘。えじゃないの。どこでやったの。あそこでやったじゃん。え、どこ。でもヒューマンステージじゃないの。あ、ヒューマンステージですよ。そうだよ、ね、うん、え、今どこと思ってたんですか。ここって。あ、違います。ヒューマンステージの話。ヒューマンステージ、ヒューマンステージで出会った場所はそこで、ギノワンのね、で、そこで毎週ライブやられてたんですよ、ね、そうそう、毎週水曜日に、うん、ヒューマンサウンドっていう、いわゆるこう箱番ですね、うん、ヒューマンステージの箱番ですよ。で、毎週水曜日やってましたね、オールディスとか。アルベトはそこに住んでたから。そうそうそう、そう、半年生活してた。沖縄来てもうすぐ速攻からだった、うん、いや、そこじゃないです。その前は
ハイバルに住んでたんだけど、うん、あとちっちゃく住んでたりバーアパート借りたりして、うん、でそうだね1年半2年目か2年3年目の時にちょっとまあなんか住むところないなと思って、うん、でちょっと紹介されてそのオーナーね元オーナーの小松誠二郎さんにもともとギノワンのね、はい、あの方で、いやこっちおいでって言って、うん、ね、寝泊まりしてそこであのヒューマンステージの事務所で、うん、そこで半年ぐらい住んでたかな。ちょうどその頃あのブームね初沖縄ライブ やったんですよ、うん、そこで、はいはい、なんか朝からなんかみんな並んでるけどなんでこの朝早く来るわけ。じゃあアルベルトさんはスタッフとして、スタッフじゃなくて、うん、まあスタッフというかもう住んでて、まあ、で毎朝の階段を掃除してました、うん、スタッフっていうよりも住ませてもらって、うん、まあ一応番犬じゃですね。はい、で朝毎朝もとにかくやることはないから、うん、せめてあの階段の掃除やろうと、うん、毎朝階段掃除するんですよ、うん、あ上から下まで。でなんかあるなんか朝から人を並んでるなんでこんな朝から、うん、ブームのライブだそうです。さっき話にも出た宮沢さんとの出会いも、うん、沖縄、いや実はあの時会ってないんですよ、うん、出会ってないですね。あ、まだお会いはしてない。会ってない。ただその時人がいっぱいいたみたいな。いっぱいいたっていう思い出が。そんなヒューマンステージの。でその時で、うん、まあね僕はそこでね住んでて、うん、でまあバンやらないかみたいな感じでね。でトムさんとどういうふうに誘われたの？あの、まあ、あの友人で会った。なんでモジモジしてるんですかトムさん。あまり話してない。青い話嫌なんですか。あの知り合い、うん、音楽やってる知り合いの人、うん、ギタリストの人がいて、でその人から、ちょっとラテンをやっている人がいるんだけどベースやってみないみたいな感じで言われて、うん、であラテンなんか面白そうって言った。だけどもうラテンって言ったら僕の頭の中にはもう、うん、ボサノバとサンバしかないんですよ、ね、でこれしか知らないわけ、うん、でだけど実際もうペルー出身っていうのを見て、うん、ペルーにはね、マリネラとかフェステホとかもいろんな音楽があってね、ペルーだけじゃなくて、うん、なんかねボリビアのフォルクロールでもラテンだし、うん、もうたくさんあるわけでしょ、うん、でそういうのを全部吸収にしたかなと思ってね、出会いが、うん、で実はその頃ゆかりのある人物からコメントをちょっともらっているのでちょっと流してもらっていいですか。さらぎくん、ディアマンです。25周年おめでとうございます。数々の活躍を皆本当に喜んでいます。ヒューマンサウンドディアマンですの前身の時はヒューマンステージでウェンズデーナイトをやっていた頃のことを懐かしく思い返してます。友勝もアルベルトを支えてくれてありがとう。その頃にやってたライブの録音テープを最近聞きました。アルベルトが琉球太鼓をやってドラムとのソロ合戦コラボが録音されていました、懐かしいです。今後とも素敵な音楽を皆さんに届けてほしいと思います。皆に